かった日から命も捨てた。無敵の空手の星を天下無敵の空手の星を他の必殺技が群がり来るギャングたちの銃弾の雨の中から3人を守った。まさしくそれは奇跡であった。そしてもはやロスアンゼルスにいられなくなった3人は活路をハワイに求めたのだった。へえ、ご覧なさい、あれがハワイよ。ビューティフルね。どうしました？大丈夫ですか、五十嵐さん？いや、ちょっとめまいが。東郷さん、適当なことで早く、五十嵐さんが。おい、どうした？大丈夫じゃい。いや、だから顔色が真っ青だ。おい、誰か！どこか安いホテルへ行ってよ。OK。疲労です。まあ1週間ほど安静にしておれば治るでしょう。ではお大事に。すまんですな。無理もない。ロスでの八百長破り、そしてギャングとの戦い、こうして今無事に生きていられるのが不思議なくらいだ。まったく我ながら不甲斐ないわい。心配しないで寝てるといいよ。何、痩せても枯れてもミーはまだユーたちの雇い主よ。そんなこと言っても東郷さん、我々は逃亡者同然じゃ。手持ちの金も少ないはずじゃぞ。心配ない心配ない。このグレート東郷をハワイのプロモーター放っとくはずがないよ。まあそれならいいがね。ケン・アスカ、ミーを疑ってるのか。いや別にその。でっかい仕事を取ってくるよ。なるほど、さすがにここはハワイだな。ミーもこういう朝には弱い。じゃあちょっと待っててね、すぐ話つけてくるから。いきなりやってきて試合をさせろと言われても無理ですな。無理？そんなことないでしょ。手紙ついてるはずよ、ミーが出したのをよろしく頼むって。さあ知らないな。まあたとえ受け取っていてもあなた方じゃねえ。ご承知と思うが、今ハワイには日本人のヒーローがいてね。日本人のヒーロー？そう、空手チョップを使う力道がね。力道さん、力道がここにいるの？そう、日本人はもちろんアメリカ人にもものすごい人気でね。おお、日系レスラーの出る幕はないね。この男に間違いないか？顔は覚えてないが、髪がなかったし日本人だった。うん、この男に間違いない。おい、釣った財布を返せ、早く返せ。私は一体何をしたというんですか？とぼけるな、向こうの顔と俺にぶつかって財布をしたんだろ。こいつだ、こいつに間違いない。何？私がするよ、そんなバカな。嘘つけ、取られた本人が言ってるんだから間違えるはずがない。返せ。さっさと出しな、今返せば警察には突き出さないから。早く出せよ。おい、出せよ。早く返せよ、今なら勘弁してやるぞ。
ねえ、水のくせにしぶといやつ。日本人のくせに何だこれ。おい、出せ、逃げろ。ねえ、水のくせにしぶといやつ。日本人のくせに何だこれ。おい、出せ、逃げろ。みんなが親切に許そうと言ってるんだから、素直に出したらどうだい。え、な、何をするんですか。何をする、それはこっちが言いたいくらいだ。日本人だから警察沙汰にはすまいと思っていたのに。そうか、そういう態度を取るならこっちにも考えがあるぞ。こいつ、手加減してやればいい気になりよって。わしの張り手を腕で防ぐとは、こいつは一体何者だ。すごい張り手だ。普通の人間なら地面に叩きつけられていただろう。だから、素人にしては構え方がどう言ってる。力だけではない。鋭い目配り、隙のない身のこなし。ここで事件に巻き込まれては東郷さんに迷惑がかかる。お、おい、待て。くそ、全く逃げ足の速いやつだ。それにしてもさっきの男、どう見てもただ者ではない。あんな日本人がこのハワイにいたとは。ケン・アスカ、こんなとこにいたの。ああ、随分探したよ。どうしてあそこにいなかった。ああ、いや、何、ちょっとあの辺を散歩してたら道に迷ってしまってね。あ、まあそんなことはどうでもいい。それよりケン・アスカ、仕事があったよ、仕事が。え、そうか。早速明日から仕事ね。レディース・ジェントルメン、ただいまより当クラブ最高のショー、東洋の神秘、空手の奇跡の数々をお見せすることにいたしましょう。ミスター・ケン・アスカー。おお、これだけ？もう少し色つけられないか。今夜は客の入り悪かった。嫌なら明日から来なくったっていいんだぜ。そんなねえ、もう10ドルだけなんとかしてよ。フランスのマジシャン雇ったから、あなたたちいらなくなった。そんな一方的な。東郷さん、仕方がないよ。さあ、行こう。宿地もだいぶ溜まってるというのに、一体どうすればいいの。さん、いや心配かけてすまなかったが、もう大丈夫ですよ。そりゃよかった。明日からはバンバン働きますぞ。わしの治療代もたまっとることだしな。いや治療代の心配なんかいらないね。仮にもミーは雇い主よ。分かっちょるけど、わしは働くぞ。
へい、アスカ、イガラシ、今夜は盛大にやってよ。盛大にやるって、これは一体何の真似だ、え、東郷さん。決まってるよ、イガラシの全開祝いよ。え、いや、これはまたどういうことじゃい。ホテル代も溜まってる、わしの治療費も未払いじゃというのによ。うん、何でもいいからさ、どんどん食べた食べた。そうか、五十嵐さん、彼は自分の大事な指輪を売ってしまったんだ。え、まあまあ、二人とも喋ってないで、スタミナつけなきゃこれから先仕事ができないよ。ありがとう、グレート東郷。ありがとう。東郷、文字通りグレートな、人間としてグレートな東郷さんになった。ケン・アスカ、ミに空手を教えてくれないか。え？ミーハワイに来て考えた。ケン・アスカに空手を習って実力派の本格レスラーになろうと思う。いいですとも、東郷さんがその気ならもう喜んで。ありがとう。ああ、そりゃいい、私も大賛成だよ。東郷さん賛成してくれる、嬉しいね。ミーもっと前から頼みたかったけど、雇い主が使用人の弟子にしてくれとはなかなか言えなかったよ。ケン・アスカ、よろしく頼むよ。え、いいですとも、私も応援しますよ。あ、そうと決まれば明日からトレーニングだ。なまった体をわしも鍛え直すぞ。私もだ、やりましょう東郷さん。東郷さん、よく見ててください。さあ、どうぞ。なーに、これ式の板、へっちゃらよ。んやっだっそんなバカ力で叩いたって割れるわけがない。気長に行きましょう、ね、東郷さん。とんでもありません。ミーは一日も早くアスカ空手を自分のものにしたいのです。朝のロードワークは最高じゃの。まったくね、ミーのスポーツマンに生まれ変わったようでベリーグーな気分よ。あれ、アスカ、あんな先を。おい、ケアスカ、待ってよ。無駄なことよ、追いつけるはずがないで。あんたはいつやの、ああ、あんたあの時の。ケン・アスカ、力道山。力道山？お、この人が力道山。ケン・アスカ、あなたがケン・アスカ。私たち本土から来た東郷ブラザーズの者です。先日はどうも、私、アスカ・ケンと申します。やはりただ者じゃないと思っていたが、あなたが牛殺しのアスカさん。本土でのレスラー殺し、ゴッドハンドの有名は聞いておりますよ。それをスリだなどと疑って。スリ、何よそれ。力道山です。このさりげない握手にこもった重厚な握力の強さはどうだ。さすが空手で鍛え上げた手とはこういうものか。
互い労働ワークの途中で出会うとは奇遇でしたな。そうだ、ちょうどいい。私は今夜試合を控えておりましてな。何かの参考に下手な試合でも見ていってください。はい、ぜひとも拝見させていただきます。ハワイに来た早々力さんの試合ぶりを見られるとはついているの。いや、私などはまだまだ。それより八百長破りをやったあなた方お二人の勇気に感激しておりますよ。いや、どうも。オッケー、ありがとう。ベキ驚きましたな。日系ばかりじゃない白人の子供までが、さすが力道山だ。本当に不思議よ。我々だったらキルドジャーとやられるところよ。力さん、あなたは元大相撲の関脇まで行った力士じゃったが、またどうして相撲をおやめになったんですか。昔の話はよしましょうや。いや、力さん、私もぜひお聞きしたいんですが。強いて言えば飛鳥さんと同じです。飛鳥さんが空手界の異端児なら、私は相撲界の異端児、はみ出し野郎ですよ。はみ出し野郎か。相撲の力道は死んでも世界のプロレスで男になる。私はそう信じています。なるほど、わかります。はみ出し野郎の意地か。本日のメインイベント、60分一本勝負赤コーナー、日本の輝ける星、力道山250本。頑張れ力、俺たち日本がついてるぞ。アメリカ人もついてるぞ。青コーナー、殺人鬼アーラデビル275本。私にはどうもわからん。場内に日系ファンが多いことは確かだが、市民挙げて文字通り力道山一辺倒とは。まさしくハワイはリメンバーパールハーバーが恨み骨髄に達しておる地元というのに。力さんのこの人気の秘密は一体何だ。仕上がりで空手の心得まであるとは全く恐れ入ったぞ。おう、飛鳥さん。だがあの力道山のチョップは正式の空手の型ではない。相撲の張り手を応用しただけのものだ。え、相撲の張り手？だが確かに威力はある。それなりの威力と破壊力は空手の講談者に勝るとも劣らぬものを持っている。そう、以前東郷さんのやっていたような相手との慣れ合いではない必殺の武器です。おう、もうそのこと言わないことよ。おおおおおおLet's go!
合開始からたった3分足らずの文字通り真剣勝負だった。私の目で見て一つのインチキもない必殺の迫力、まさに脅威だ。アメリカ人までが喜んでるよ。これ一体どういうことよ。まったくじゃの。その秘密をぜひとも知りたいものだ。秘密？いや、秘密なんてそんな大げさなもんじゃありませんよ。私も皆さんと同じようにプロモーターから負け役を命令された。しかし私はそれを蹴った。死を覚悟して本気で戦ったんだ。私をクビにしようとしたが、アメリカ人ファンが何としても力が合法的にリングの上でアメリカ人レスラーから殺されるまではリングから下ろすなと叫ぶようになったんです。そこでわしは待ってましたとばかり勝って勝って勝ちまくった。そうなるとまた変なことになって、反則抜き真剣勝負をやるということで私の試合を見に来る人が増えてきた。客が入るようになるとプロモーターも私をクビにできなくなった。私を闇討ちしようとするバカなファンから私を守ってくれる親衛隊のようなものまで出てきた。なるほど、死を覚悟なさったからこそできたことですね。いや、それだけじゃない。力さん、あなたの天性の人間的魅力とでも言いましょうか。アスカさんからそう言われると嬉しいですわ。何が空手チョップだ。タムライス。赤サソリって恐れられてる男よ。リキ、お前の空手チョップ俺とやるときは通用しねえぜ。そんなヘナチョコ空手なんぞ。何？け？面白いやるか。許せん、わしの空手チョップをヘナチョコと抜かしやがった。やるかヘナチョコ。いかん、なんとか収めねば。チェスト！ミスター・タム、空手を甘く見ない方がいい。連勝を続ける力道山の前に立ちはだかる必殺サソリパンチのタムライス。アスカ空手の強さを知った力道山は空手チョップをさらに強力な武器にするためにアスカのコーチを受ける。威力を増した空手チョップで連勝記録は果たしてどこまで伸びるか。次回空手バカ一代必殺サソリパンチにご期待ください。